今回の総選挙で、立憲民主党が大勝利を収め、新しい首相としてハッピー米山議員が選任されました。今日はハッピー米山さんによる所信表明を国会中継させていただきます。ハッピー米山です。よろしくお願いいたします。まずですね、前首相が言っていた異次元の少子化対策、あれはもうクソみたいな内容でしたので、私の方からですね、本物の異次元の少子化対策を具体的な内容込みで説明させていただきます。まずですね、野党の自民党の癒着のあった旧統一教会、これをすべて解体いたします。私事で恐縮なんですけれども、私の知人でですね、20年前でしたかね、旧統一教会に知り合いがいる友人がいて、彼がいつもですね、侍の生首が見えるという相談をしていて、お祓いをしなきゃいけないということで、600万の財産をですね、旧統一教会に吸収され、その後家族離散という事例を知っておりますので、旧教、統一教会、その友人をですね、統合失調症を患っておりまして、原始が見えると、生首が見えたんで、まっとうなその精神科医を紹介すればよかったんですけれども、そこを狙ってですね、統一教会、全国の統合失調症患者の数を調べ、そこにですね、お祓い、悪霊退散という名目で、お金を大量に統合失調症の患者さんからですね、お金を巻き上げていたと。で、これ計算してみますと、1500億円。今のところ判明している部分だけで1500億円ということで、これは氷山の一角に過ぎないと。この金がですね、自民党に流れていたということで、旧統一教会の解体、それからですね、今まで散々弱者、病んで苦しんでいる人たちからお金を巻き上げて、それを吸い上げて、自堕落な生活を繰り返してきて、日本人口の30%を占めている65歳以上の国民を洗脳してですね、自民党の与党としての地位を確立していたんですけれども、変態メガネ前総理が、裏金問題が明るみに出て、やっとですね、65歳以上の国民が洗脳から解けて、今回、立憲民主党大勝利を収めたということになります。で、先ほどの続きでですね、少子化対策を申し上げますと、まずはですね、逆マジックミラー号を1000万台、今年中に準備いたします。で、この準備した逆マジックミラー号をですね、全国に派遣して、そこを利用していただくと、若い方々にですね、それが第一ですね。その逆マジックミラー号1000万台、これをですね、どこの予算から持ってくるかというと、軍事費を削減して、こちらの少子化対策の方に持っていきます。その理由としましては、今ですね、ロシア、ウクライナですね、それからガザ地区での戦争があるんですけれども、例えば中国脅威論というのがあって、大国の中国が台湾をですね、侵攻するという可能性と、今後
少子化対策に取り組まずに、日本が弱小国に没落していく可能性ですね、そちらの重みを考えるとですね、統計学的にですね、中国が台湾を攻めるということは非常に少ない。攻めたとしても今ですね、軍事費を削ったとしてもですね、台湾支援ですね、アメリカ政府主導で、我々はできるだけお金を出さないということで、憲法第9条の理念のもと、この憲法を作ったのはアメリカですので、アメリカに、ハッピー米山論破法でですね、アメリカに徹底抗戦を仕掛けて、台湾を守ってもらうということができます。私にかしかできません、ハッピー米山にしかできません。ですので、軍事費を大幅に削る、具体的に言うとですね、ゼロにすると、まあ自衛隊の解体ですね。今まで自衛隊員ですね、我々の国を守るために苦労されてこられたと思うんですけれども、まあ、活躍されたのが災害時の援助等ですか。軍事費の予算と自衛隊の皆様が過去に活躍された災害時の活動、費用対効果で見るとちょっと予算が大きすぎるということで軍事費を削ります。この削った軍事費をですね、1000万台のですね、逆マジックミラー号を調達してですね、全国にばらむことによって、田舎で暮らしている子どおじ、田舎でお父さんお母さんに過保護に育てられているマナ娘たちが積極的にこの逆マジックミラー号を使用してですね、で当然逆マジックミラー号なので外から丸見えと、ただ内側にいる人は自分たちしか映ってないんですね、鏡、全部鏡なので、そうすることによって、それを見に来た若者たちが発情を起こします。まあ生物学的な発情なんですけれども、その発情によってですね、婚活なりですね、まあ、子作りなりが盛んに触発されるということで、本物の異次元の少子化対策をしていく所存でございます。逆マジックミラー号、統一教会等ですかの解体をいたしますので、そこで莫大な隠された資金が発見されております。それも国家予算の数パーセントに匹敵するお金を旧統一教会がタンス貯金をしていたということで、これは公表を後々ですね、国民の皆様にしようと思ってるんですけれども、国家予算の何パーセントですね、数パーセントに及ぶお金がですね、自民党の裏金に使われていたということで、そのお金をですね、利用しまして、子供一人産んだ世帯に対して1000万で、毎月子ども支援ということで、児童支援ということで、年齢制限ですね、中学生までから大学卒業までということに拡張してですね、毎月の支援額もですね、前与党のですね、自民党が掲げた金額よりも10倍の支援を毎月させていただいて、3ヶ月に1回というのを毎月ですね、振り込むようにさせていただきます。こうすることによって子供を産む家庭がですね、増えるんではないかと期待できます。もう一つの方針なんですけれども、パパ活支援金というのを考えております。今の日本経済状況を見ますとですね、経済格差がどんどん広がっていると、お金持ちはお金持ちになって、中間層はそのまま横ばいと、
で、その差がですね、どん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 広がっていて、年間所得額面で2000万以上もらっている世帯に関しては、夫婦ともどもですね、一夫多妻制、一妻多夫制と、こういう制度を導入して、まあ、パパ活、ママ活支援活動を行います。そうすることによって、まあ、これは、古き良き優生学に基づくものなんですけれども、今こういったその日本のシステムで勝ち上がってきた高学歴で一般的なサラリーマンとして活動していって上まで上った人間ですね、それらの人間というのは人の足を引っ張るのが上手だとかですね、人との人間関係をうまく構築できると、で敵がいたらそれをうまく論破して叩きのめすという半沢直樹的な人材が多いと思うので、そういった人材に良き DNA を次世代に受け継がせるという目的で一夫多妻制一妻多夫制という制度を早急に設けます。それでですね、例えばその年収2000万の人が何世帯の家庭を築いたとしたとして、子供がどんどん増えて、家もバンバン不動産もですね活況を帯びてですね、いいことづくめになりますということです。で、日本という国はですね、私は医学部出てますので、遺憾なことにですね、日本というのは世界で一番災害が多いと、一番が台風、二番が地震ということで、台風に関する被害はですね少ないんですけれども、地震に対する巨大地震ですか、に対する被害ですね、このコストが非常にかかるということなんですが、これがですね、日本の歴史始まって以来、有史以来ですね、日本という国は世界で一番災害が多い国ということで、陰キャと呼ばれる人たちの生存率が非常に高い、陽キャですと、活動が非常に活発なので、恐れはあまり知らないというか、そういった方たちはですね、津波が起こってもですね堂々としていて、津波に巻き込まれて亡くなったりですね、活発的な人ほど淘汰されていくという土地柄ですので、日本人の DNA を調べたところ、対象は数千人単位での DNA を調べさせてもらってですね、研究の一環として出た結果なんですけれども、日本人の 100% がですね、脳内物質のセロトニン、幸福物質ですね、あまり出ないということで、うつ病の患者が増えていたりですね、これはもうスウェーデンでも言えることなんですけれども、白夜が続いて太陽を浴びれないということで、8人に1人が精神科医にかかってですね、うつ病の治療をしていると。日本でもその傾向が非常に強くてですね、日本人というのは先ほど申し上げた通り、警戒心が強い、家に引きこもっていた方が生き残る確率が高いという自然災害の世界一多い国ですので、そういった精神疾患を患う可能性が非常に高いと、その中で、勝ち上がってきたですね、半沢直樹みたいなうつ病になる不足りもないようなですね、日本人の中でもある程度脳内活動がですね、まあつまり脳内物質ドーパミンだとかですねセロトニンがたくさん出る人材というのが勝ち組になっている傾向がありますので、この格差をですね広げるということで、こういったですね年収2000万を超える世帯に関しては複数の家庭を持って良いと、でどんどん子供を増やしてほしいということに、しております。
そしてもう一つの政策なんですけれども、日本経済はですね、本気で心配した場合ですか、今やはりですね、現状の問題をどうするかということなんですけれども、65歳以上の国民が 30% を超えていると、働いている世代がですの負担がですね、過去と比べて、莫大に大きくなっていてですね、65歳以上の年金を負担するために今の働き世代が多大なその税金を給与から引かれているということで、この年金制度というのをですね廃止いたします。首都圏に住んでいる65歳の人たちは強制的にもうその過疎地に行っていただいて、そこで自給自足の生活をしていただくと、首都圏以外の都会、大阪、名古屋、福岡、札幌等ですか、の大きな、比較的大きな都会に住んでらっしゃる65歳の方も同様に、過疎地に行っていただくと。で、村社会を築いていただいて、そこで、まあ、ゲートボールなりですね、まあ、井戸端会議なりをしていていただいて、心身ともにですね健康に、過疎地なんで空気もきれいですし、川もきれいですし、そこで、自給自足をするということで、体も元気になる、心も元気になる、国民の負担も減るということで、まあ、参勤交代の現代バージョンなんですけれども、それを実施すると、まず国民の負担が減らせると、この3つの柱ですか、異次元の少子化対策、逆マジックミラー号の導入、および子どもの出産に対するお祝い金、それから毎月の支援金ですね、これで、まあ、子どもを1人当たり1000万お渡しして、児童収入金ですね、これを前のですねクズ自民党を払っていた10倍を払いますので、収入が一気に上がるということを期待しております。で、2番目の柱なんですけれども、裏金の撲滅ですね、これはもう自民党の解体、それから旧統一教会等ですかの邪教、新興宗教等ですね、すべてもう取り締まりを行います。これは一見ですね、その宗教の自由という思想に違反するものであるという意見があるかもしれませんが、もうこれ以上の話にできない状況に来ているということで、会見をしてでもですね、まあ、つまり憲法改正をしてでもですね、対応しなくてはいけない緊急の問題だと認識しております。で、第3の柱が先ほど申し上げた現状どうするか、超高齢化社会、都会に住む65歳以上の方の強制過疎地移住計画ですね、これはもう誰がどう反対してもですね、実際にそれをしなければ今の子育て世代、これから子供を作っていく世代の負担が増える一方なので、それを実施いたします。で、法律憲法ですね、どん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 改正していって、まあアメリカが作った憲法なので、例えばその全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという文面があるんですけれども、今実際できていないということで、憲法改正も視野に入れてですね、これはもう国民の意思を聞いている場合ではないので、緊急の問題ですので、ハッピー米山の方で憲法改正させていただいて、アメリカよりも強い日本を作ると、
トランプ大統領が今後出してくる政策というのは、アメリカ以外の国をですね、餌にしてですね、アメリカ以外の国を絞り取って、その絞ったですね、一番絞りの一番いい財源なりですね、人材なりを全てアメリカに吸収すると、でイノベーションも促すということで、それに対抗するためにはですね、教育改革もしなければいけないと思っておりまして、この第3の柱、1つの柱が少子化対策、2つ目の柱が裏金の完全なる抑制と、第3が超高齢化社会の対策ということで、それの3本柱以外にですね、国際競争力をつけなければならないので、そういった人材への支援ですね、それをするためにはですね、今日産自動車に対する支援等、前のクズ自民党がしていたんですけれども、これはもう一切やめてですね、すぐにお金を返してもらって、イノベーションの方に、投資をしようと。最初からもう失敗している企業なので、ああいった企業というのは国が守る必要はございません。で、中小企業に関しては、そのブロック企業に対する制裁、完全にもう一人でもですね、この企業はブラック企業だと訴えた場合にはですね、もうそこに調査を入れてですね、少しでもおかしな経営者がいたら、もう即解体、すると、島流しにするということをいたします。どん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 、その有料なですね、優秀な外資系でもいいですし、企業を日本国内に、誘致をして、障害措置所得ですか、これを3倍以上にする、年内にですね。で、私、ハッピー4年前なんですけれども、もう年はいってますが、あちらの方は非常に元気ですので、すぐにですね、憲法改正、通してですね、まずは第柱、3本柱の第1の政策、少子化対策ですね、これ、に私、総理大臣自らですね、貢献したいと思ってですね、もう10人ほど囲っておりますので、即子供を作りたいと思います。ということで、ハッピー米山からのですね、内閣総理大臣着任の所信演説を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。